釣れるじゃん。皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回は愛知県の豊橋市にあるとあるサーフにやってまいりました。ルアーでヒラメを狙いたいと思います。まずポイント探しなんですが、波打ち際に来て、割合ですね、この日はですね、水が澄んでまして、ちょっと偏光グラスで水面を覗きますとですね、水の中、海の中が多少透けて見えるような状態でした。ヒラメはですね、浅いところでも結構いたりするので、浅いところ狙ってみましたが、こんな感じですね、下ビラミが釣れました。ほとんどですね、当たりは感じられませんでしたが、まあもっとですね、この3分の1ぐらいの下ビラメもですね、結構何枚か上がるような場所なので、まあそのこちらのポイントにしてはちょっと、まあ中型ぐらいの大きさの下ビラメでした。こちらもですね、ムーニエルかなんかにすると美味しいらしいんですけども、まあ小さいのでリリースしました。今回使用したルアーは島野さんのスピンビームハイアピールっていう新商品でした。今回はこの辺りで失礼いたします。